演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、こちらホットモットで買ってきたお惣菜を5品食べたいと思います。こちらから唐揚げ、メンチカツ、コロッケ、小松菜、ダブ揚げも、炒め物、ポテトサラダ、どれも美味しそうですね。まあ、なんでお弁当じゃないんだというツッコミが来そうですが、まあ、いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまずは唐揚げの炒め物からいただきます。野菜はシャキシャキ、揚げ物はサクサク、次はお弁当も食べてみたいです。なんで今回食べなかったんだって話ですけど、小松菜のシャキシャキとした食感がしっかりあってとっても美味しかったです。旨味が本当に入っていませんから炒めだったかな。そして唐揚げは大きかったですね。食べ応え満点でした。口の中に頬張ると噛んだ瞬間に鶏肉の旨味がふわってきました。チカツはちょっと柔らかめでほろほろ食べているんですが、自分は歯応えがあるのが好きなのでもうちょっとだったかなと思います。まあ美味しいんですけどね。そしてポテトサラダはジャガイモの旨味がふんだんに引き出されているようにポテトサラダやりがちな、しかし自分は嫌いなあいつがいなかったので美味しく食べることができました。あいつ判断基準かよと思われそうですけど。そして最後のコロッケは大きい大きいコロッケを食べるとサクサクとしたパン粉の衣の音とともにジャガイモの旨味がホクホクと口の中に広がってとっても美味しかったです。とあのコロッケもっと食べたくなりましたね。というわけでホットモットの商品を伝えてみました。今回の1番のお気に入りは唐揚げですね。あのジューシーさが良かったです。2番目が小松菜の炒め、3番目がコロッケですね。皆さんもホットモットでいろいろ食べてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ動画を拡散していただけると、他の動画も見ていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。